では、具体的な話に行きましょう。東日本大震災で被災した記録資料の救出と保存利用ということで、少しスライドを見て写真を見てもらいます。で、最初は民間所在資料の話です。で、主に求められるそのような民間所在資料の、救出や保存利用を考える上で、行おうとする上で求められる専門的な知識というのはどういうものがあるか、一つは、その土地にそういった大事な記録資料はどこにどのぐらいあるのだろうか、そういう所在状況について情報収集する力がなければいけない。そしてそれが見つかったとする、先ほどのように見つかったとする、で、それはどんなものなのか、どんな性格内容のものなのかということをするには、記録資料やその土地の歴史に対する知識を持ってなければいけない。そして被災状況に応じて、いろいろな保存措置をしなければいけない。そうなると保存科学上の知識や技術、あるいはそれをどう残していくかということで土地の人々との対話というものも必要になってくるわけですね。はい、で、茨城県鹿島で2年前に行った、救出保全活動をちょっと見てもらいます。これは3月11日のこれ第3波の津波なんですけどね。で、鹿島臨海工業地帯が実は2日ほど火事になりましたけど、ちっともニュースになりませんでしたが、で、140センチの津波が来たって言いますから、私のこのぐらいまで津波が来て、で、その時に、このお寺は修復、きれいになった後なんですけど、このお寺が津波を受けました。で、このぐらいの高さまで津波が来てるんです。で、こういう中ですけれども、その本堂のここに線が入っているのは、ここで水が上がったということなんですね。2ヶ月後に僕らはこのお寺に、資料の救出に行きました。で、このような状態でさまざまな仏様の掛け軸があるんですけども、泥だらけになっている、あるいはカビが発生しているという状態になってました。で、我々より先に国の緊急調査が入って応急措置はしてあったんですが、ここから先をやらなければいけない。で、17世紀の終わりからの過去帳があったんですが、絞れば水が出るぐらいに濡れていたし、その他どこかにしまってあったさまざまな記録資料も出てきたわけです。捨ててしまっていいですかって言われたんです。捨てないでください、きっと大事なものですからっていう話を申し上げて、さまざまな措置を始めました。例えばカビが生えた掛け軸は脱酸素の処理ということで、カビに酸素を与えないためにパックにして、でエイジレスを入れて脱酸素剤を入れて数ヶ月置いてカビを殺した。で、それを後から、保存、被害状況を確認してきました。で、これは、濡れてしまったお寺さんの資料にこう給水の、ペーパータオルを入れて応急的に水を抜いている様子です。で、それを後で修復をして、元に戻しました。で、あるいはこう濡れてしまった和紙で書かれたものは塩水で濡れるとくっつかないんですね。今回津波の被害がこれだけ発生して初めて分かったことなんですけれども、真水で濡れるとくっついてどうにもならなくなるしカビてしまうんですけど、塩水だとカビにくく、しかもページがめくりやすいということをみんな初めて知りました。それで一生懸命ページをめくって風を通し、それを陰干ししたんです。で、3ヶ月ほどして、まあおおよそ水気が抜けたということで、ほこりを払って一点一点を、保全措置をして、ホチキスで止まっていたりしたものがありますから、ホチキスはもう錆びてしまってますので、小よりで紙の紐で閉じ直したり、でそれを一点一点情報を取ると、そして保存用の箱の中に収納していくという、こういう作業をしました。で、どういうものがあったかというと、昭和37年なんていうのは私が生まれた頃ですけれども、比較的新しいのですが、鳥語と読むんだそうで、小学校に上がる前の子どもたちが一日ここのお寺に集まって一日過ごすという風習があったそうです。で、七五三みたいなものなんですね。で、そういう風習が今途絶えかけていたんですが、今回これが見つかって村の人にこの話をしたら、そうだ、それは大事だという話に今なってきています。
あるいはそこで節分祭りをやってたんです。今は途絶えたんですけど、その節分のお祭りの記録を見ると、美人連の手踊りって書いてあって、婦人連ならわかるんだけど美人連って書いてるんですね。これいや、この村は美しい方多かったんですねって言ってら、地元の人にとても受けてましたけれどねえ。でこの時に おみきをこう出すとかですね、いろんなことが書いてあるんですが、そういう今行われていないそういう節分の様子などが書いてあったりした。でこれを地元の人に分かってもらおうと、見つかったものがどういうものが出たか分かってもらおうということで、展示会を、やりました。ちょっとお金をかけてこうアーチを作ったりして、でここでこう被害に遭ったそのさっき見てもらった襖などを並べ、そして先ほど今見てもらったあの資料を1点1点並べて、多くの地元の方に来てもらいました。で講演会なんかもやったりと、ここまでやって一つのサイクルだと思ってます。被害に遭った、今まで気づかなかった資料も出てきたと、でそれを救出すると、それの保存措置をする、そして何があったかということをちゃんと地元の人たちにお知らせして、その意味を理解してもらって、これから保存をしてもらうのはこの人たちですから、その人たちにそれを、またお戻しするという、そういう仕事をしているわけです。はい、これは民間資料の話でした。で続きまして、自治体が保有する公文書等ということになります。で公文書等と書いているのは、公文書といえばこのような文書類ですねを指しますけれども、実際にはこの文書の形を取ってないものもたくさんある。ビデオだってあるし、写真だってあるし、あるいはもはやなくなってしまいましたがフロッピーディスクだったり、あるいはそういうハードディスクだったりというもの、そしてそもそもデジタル媒体に置かれた電子信号としての電子文書はそのままでは文書にはならないということですよね。で、さまざまなものがあります。で、こういったものの救出と保存利用についてどのような専門的な知識が求められるだろうか。同じようなことですが、その役所の中でどこにどんなものがあるのかということを知らなければいけない。これには行政のに対する知識が必要です。当たり前ですけど。それからその職員の方とコミュニケーションを取ってどこにどういったものがあるのかということを知らなければいけない。それから一番重要な問題は、保全すべき歴史的に重要な公文書とは何かということです。これは歴史的な知識も必要であるし、時事的な今起きている事件の事態の知識も必要。そしてそういったものをどう残していくかということに関する記録書に対する専門的な知識も必要。そして保存した文書等を今後どう扱っていくかということについては法律の知識も必要ですし、役場の職員や地域住民との対話も必要になってきます。でここでお話しするのは、福島県の双葉町役場というところが保有している震災関係資料の救出保全活動です。双葉町役場というのは、福島県、福島第一原子力発電所の敷地の北側になります。で役場があるところは、もともと役場があったのはだいたい福島第一原子力発電所から3キロのところです。ですでに皆さんご承知の通りですけれども、2011年の3月11日東日本大震災が起きました。でその直後に東京電力福島第一原発の緊急事態が宣言されたと。で夜に避難指示が出たんです。で役場の人、役場そのものと双葉町の町民はこの時5キロ圏から外へ出ろと言われました。そしたら翌日に福島第一原発の1号機が爆発をします。そのことによってさらに遠い川俣町というところに再び避難をします。その後3月19日に避難した役場とそれから町民は埼玉県のさいたま市に集団を移転し、ご存知の方もいるでしょうか、スーパーアリーナというところがあるんですが、そこを避難所としておりました。いつ帰れるんだろうと思っていたら、3月28日に福島第一原発から20キロ圏内の立ち入りが禁止されてしまいます。でそこでスーパーリーナにいた町役場と避難所の人たちは埼玉県の加須市のにある元の高校の廃校になった校舎へ移転して、そこで2年3ヶ月を過ごします。
そして2013年の6月17日に町役場は福島県のいわき市というところへ再移転をするというのがこの間の経緯です。で、筑波大学が今双葉町役場の再にが持っていた震災関係資料を預かっています。で、それはなぜ行われたかといいますと、この4月からその福島町双葉町の震災関資料の保全についての支援をするということ事業が始まりました。そして6月に、その、作業を行ったということです。そして9月に、一旦保全した資料を大学の方に運びまして、今それを、調査しようとしているところです。で、どういうことをやっているかというと、例えばこう貼ってある一つ一つの、掲示物から何からまずその状態を全部写真に撮ろうということで写真を撮りました。そして保全すべき資料がたくさんあるので、専用の保存箱を20人ぐらいこの時いましたけれども、みんなで組み立てています。そしてこれは役場があった校舎の部分ですけど、ちょうどその役場のところには全国各地から寄せられた支援の品がたくさんあって、この辺は全部千羽鶴なんですね。こういったものの一つ一つを保全しようということで、今箱を作ってこの中に収納しているところです。こうやってまた役場が引っ越しをした後、そこに貼ってあった一つ一つが全部大事な資料だということで、それを丁寧に剥がして保全しています。で、そういった資料が150箱集まり大体あります。で、それを筑波大学の方に9月に運びました。運んできたのは春日エリアの情報メディアユニオンというこの建物です。で、この建物の中に、この復興再生支援プログラムといいますけど、その部屋を設けまして、ここで資料を預かりして、これから整理や調査を始めようとしているところです。はい、ここからあとはじゃあ具体的にどんな資料があるのかというものを見ていきたいと思いますので、場所を変えて先ほどの資料が保管してある部屋に行きたいと思います。ここが、資料の、を預かっている部屋です。双葉町、ここが、先ほどお話ししたように、我々は、双葉町役場が保有する、公文書等の保全を行ったわけですけど、でそこで保全した、様々な資料を今この部屋で、お預かりしています。見てください、こうたくさんの箱が並んでますけど、これ一つ一つが、中性紙という保存用の紙で作られた、保存用の専用の箱です。で、ここにだいたい150箱あります。で、150箱のさまざまな震災に関わる、資料を保全しているんです。で、どういうものがあったのか、まだこれから調査をしますので、詳しいことはまだ分かりませんけれども、大きく言っていくつかのグループに分けることができる。一つは、町役場自身が作った、公文書等ということで、これは一枚もの文書もあれば冊子もあるし、それから、町民に配布したもの、あるいは避難所で掲示をした貼り紙など、そういったものも、集めています。それから、双葉町役場は、埼玉県の加須市にある旧紀西高校の校舎で避難をしてたのですが、同じようにそこには、そこにくっついて、避難所がありました。まだあります。2013年9月現在、まだあるのです。で、最も多い時で1000人以上そこにはいたんですね、おられたんですね。で、そこの避難所にあったさまざまな観光物、あるいは避難された方々に配布されたもの、あるいはその避難所の中で掲示されたものなども、ここで、お預かりをしています。それから全国各地、それは他の県から、あるいは他の町から、あるいは国から、あるいは世界からさまざまなものがやってきました。それはそこの町役場にやってきた公文書等であったり、観光物であったり、さまざまな配布物であったりというものもここで
あったものが保全しています。そして、実はかなり多いものがこの双葉町の役場、住んでいたところを、にいられなくなって放射能の事故の、 原発事故のためにいられなくなって今、避難をしている。で、町役場や町民の方々に寄せられてきた全国から、そして世界各地から寄せられてきた、支援の品というものがたくさんあります。これがとても、大きい、量を占めています。どんなものがあるかちょっと見てみましょう。頑張ろう日本って、英国スコットランドのエジンバラで日本文化紹介のイベントをして、その時に来てくれたエジンバラの人が書いてくれた応援メッセージだそうです、ね、日本語の分かる人は日本語で書いてるけれども、ね、英語でこう綴られたもの、こういったものもある。世界各地から来ています。これが、その千羽鶴です。ね、これは双葉の鶴というふうについてますけど、これは京丹波町って言いますか、京都府の、ある町からやってきた支援の千羽鶴なんですね。見てわかるかな、一つ一つにメッセージが書いてあるの。ね、見える、一つ一つにメッセージを書いた折り紙を全部千羽鶴にしてるんです。折り紙、この千羽鶴というのは日本だけじゃないんですね。世界各地から来ている、カナダから届いている、あるいはハワイから届いている。どうして千羽鶴なんだろう。多分これは想像です、想像ですけど、困っている日本の人たちにどういったものをあげたら激励できるんだろうって世界各地の人が考えたんじゃないかと思うんですね。そしてその時に現地の日本の人が言ったんでしょうか、そういう時は千羽鶴だって言ったのでしょうか。各地から折り紙の千羽鶴が来ている。このことを一つ考えても世界の人たちがこの被災した双葉町の方々にどういう思いを寄せたかということ、またその時の激励の思いを寄せる形がどういうスタイルを取ったのかということ、そのことはこの被災地の問題を離れて広く日本文化を考える上で、日本文化の世界への伝播を考える上で非常に興味深い事例を僕らに教えてくれてるんじゃないかと思うんですね。何でしょう、何だと思う、これ開くの、うん、なんだろうね、使用中ヒント中に入ってトイレ正解は更衣室なんです。で、被災高校の避難所と旧被災高校の避難所、役場と一緒に、町役場と一緒にあったこの避難所、多い時で1000人以上いたと。で、一つ一つの教室に老若男女が、まあ、世帯ごとなんですけれども、そこに一緒にもう一時期暮らさざるを得なかった。だから特に女性の着替える場所がなかったんですね。で、最初は段ボールで作ったとても弱いものだったそうですけど、後にこれも支援品として寄贈されたものだそうですけど、こういう簡易避難所と簡易更衣室というものが寄贈されたんです。で、20個あったそうです。ですから単純計算してください、1000人がいてそこに20個です。1個あたり50人が使う、毎日。それがどういう生活だかということを考えてみてください。それを、その僕らは体験当然していない、その避難している生活と避難生活というものを教えてくれる、如実に教えてくれる、これは重要な資料でしょう。こういったものも残さなければいけない。こういったものが
そのような原発事故によって町ごと避難をして避難生活を送っている、その生活のありさまを如実に伝えてくれる資料ではないかと思います。これも役場が持っていたんですから、役場が保有する公文書等なんですね。避難所はほとんど撤収されています。でこれも実は使い終わって分解されていたんです。しかしながらこれはその今言ったように避難生活を考える上で、それを知らない人がそれを知る上ではものすごく迫力のある重要な資料だろうと思ったので、それをもう一度組み立てて持ってきたんです。残すということはそういうことですね。それから、千羽鶴、一つ二つ見ててもわからないんです。これを数十とか三桁の単位で調べてくると何かがわかるかもしれない。で今考えていることは、どこからそれは寄せられているか、誰がそれを寄せてきたのか。先ほど言いました、国内、日本国内からのみならず世界からもやってきます。誰がどういう形でそれを持ってきたのか、持ってきてくれたのか。でこれはそのツイッターなど の, あるいはそのインターネット上のさまざまなその応援メッセージというところが大変注目されていて、その SNS などでそういう支援 の, そのやり取りというものがビッグデータとして分析されているということもあります。にもかかわらず僕らはそれを形として受け取るということにやはり特別 の, 感情を持つわけで、感謝の気持ちも考えるわけで、でそれがこうやって千羽鶴の形に寄せられている。そのようなものがどういうものなのか、どこからどのようにしてやってきたのかということを、まさにそのデジタル上のインターネット上のさまざまな情報のやり取りと合わせて見ることによって、初めて僕らはその被災地に対する支援の在り方の全体像を知ることができるんじゃないでしょうか。かつてはあれだけでした。でそこからで千羽鶴のもの、リアルというふうに言いますよね、リアルな資料だけであった。それが時代が変わって今インターネットによるデジタルな情報がその飛び交うようになったと。だけれどもリアルな資料は今でもあると。であれば僕らの被災地に対する考え方、思いの伝え方、これは被災地に対するだけではなく、さまざまな思いの伝え方というものをリアルとデジタルの両方並べて僕らは今考えるべきところに来ている。それを知る上で、あまり人がまさにデジタルに注目してしまっている今、このようなリアルな資料の分析というものの意味は少なからぬ意味を持つんじゃないかと思うんですね。それがどういうふうに結末を迎えるかはやってみないとわからない。はい、それでは、最後になります。まとめになりますけれども、こういうアーカイブ図学の観点から、資料、地域の資料を残していくということで、それを被災地の資料、被災地に関わる資料の救出と保存利用という観点で今日は話を進めてきました。最後に、この全体 の, を通して、今考えるべきことが一つあるので、それを最後にお話しして終わりにします。資料保存という使命ということなんですね。資料保存というその仕事、それは使命感を持ってやるものなんだということです。先ほど、こういったものは放っておいたらなくなってしまう、これ自身もこのような被災地の資料も捨てられそうになっているものを再びそれを評価して持ってきたということを言いました。だけれどもここに残っているということは、こういう資料を残す、後のように残していこうという機運があるからなんです。双葉町の役場は、震災復興の支援計画、計画書の中でこの震災の記憶を長く後世に残していこうということを基本方針として定めています。それは単にこの世界的な重大な事件を記録に留めていくということもありますけれども、こういう経験をしている自分たちの経験を伝えていく、またそれを話していくということの作業、というそれそのものをこれからのまさに町の復興の原動力にしていこうということでもあるんですね。さ先ほど
負の遺産という話をしました。これなどはまさに負の遺産です。だけどそこから始めようということなんです。でそこから地域のコミュニティの再生復興というものを目指していこうということをそこでは考えている。となるとこういう被害を受けた資料でもその地域のコミュニティと一人一人と結びつける絆という言葉が流行りましたが、あまり絆という言葉は使いたくないんですが、そういう地域と人々を結びつける結節点にはなるんですね。で、僕らの仕事とは何か、アーカイブズ学がやることとは何か、そういうそのさまざまな経験、さまざまな地域に関わる物事を、きちっとした形で保存し、そしてそれを利用できる、形を作っていくと。そのことによってその地域にこの場合には地域に生きていく人たちのその明日へ向かっていく、何かを支援できたらそれが素晴らしいことだろうなということなんですね。もちろんアーカイブズ学がやるべきことは国の公文書の保存からデジタルアーカイブの問題から様々あります。ここでは被災地日本アーカイブズ学は東日本大震災の被災地に何ができるのかという観点からこの話をしてきました。最後の言葉です。被災資料の救出とは地域を再生しようという意思の表明です。それを残すということはそれを残して守り続けていくということであり、それは守り続ける人がそこに居続けるということなんです。その地域を再生する意思表明をされる、そのようなことに対して日本アーカイブズ学はそれを支援できるような存在でありたいと私は思っています。以上、これでこの授業を終わりにします。お疲れ様でした。ありがとうございました。